キャンプブーンは沖縄県議の安市内止まりにかつてあった米軍基地、マキコ J 地区とも呼ばれた。米軍は沖縄戦の最中から占領地に大規模に公平隊を導入して基地建設を開始した。前線で日本軍と戦い沖縄戦を生き延びた住民は民間人収容所に収容し圧倒的な速度と物量で基地建設を進めた。 普天間飛行場の周辺では、西側の増式地域も接収して、キャンプマーシーを設置し、陸軍病院、獣医センター、米兵家族の小学校などを建設。さらに、牧港湾の内泊まりには、キャンプブーンを設立して、憲兵隊司令部、陸軍中央パス発行所、野外集積場、陸軍中央パス発行所、陸軍民間人事部などを付設し、 主に基地の治安維持、保全を図るための施設を集約した。キャンプブーン打ち止まりに作られた浮橋1945年、日本軍が破壊した橋を海軍建築大隊が、魔法の箱で浮橋を構築する。1957年5月24日、キャンプブーンのビル T-55 にガス室があり、毒ガス等の実践を意識した訓練を、伊佐浜、合わせ、普天間、 ボローポイント、ヨミカン、ヨナバル、松田レンジ、エノビ、ギノザ、カンナ、キン、キセンバル、ヤカ、ギンバル、北部訓練場、キャンプブーン等で行うことが記されている。1969年10月31日、約2000平方メートルを返還。1972年5月15日、沖縄返還協定で、学校、倉庫及び事務所の使用として、 キャンプブーンの提供。1974年12月10日、全返還。宅地整備事業で住宅や公園を整備する計画が進められる。1977年1月10日、跡地に新設中学校を建設することを決定。730をもって退役した729バスは海外に輸送されるまでキャンプブーンに保管された。 1978年1月1日、宜野湾市立麻式中学校の設置。1978年7月30日、米軍占領下における道路の右側通行から変換後に左側へ変更する、通称730と呼ばれる大規模な交通改革を前に、県内の公的交通機関であるバスも左ハンドル、右上口を逆にする必要があり、 バスの新車が1019車両用意された。そのうち944台が5月頃から、キャンプブーンは跡地に保管された。7月30日の前日深夜に一斉に那覇、バスターミナルに移管され、入れ替えに右上高口の旧車両が保管された。キャンプブーンの南側は、国道58号線に隣接し、三サジとなっている大ジャ交差点を中心に、東側に、キャンプマーシー、 そして南側に普天間基地があり、周辺に大蛇な徳院外が形成された。内泊まり歴史文化マップを参照沖縄の米軍基地戦前の内泊まり、普天間基地の起源、基地ではなく周辺の学校や病院を撤去一人一人が声を上げて平和を作るメールマガジン、オルタ広場、www.alter-magazine.jp。 2021年2月17日へ閲覧。沖縄県、米軍基地環境カルテキャンプブーに吉野市ホギノワの案2012.70。人は右、車は左。ありがとうございます。